球の皆さんこんにちは、世界の皆さんこんにちは、レシーバーズポンポンヘッドです。ガクトモチャンネルのガクトでございます。今回の企画こちら、私がエゴサしたるわー。今回はですね、よく SNS を使う人とかであれば、エゴサーチという言葉はもうね、皆さんの世の中には知れ渡っているというか、皆様の常識にはもうね、染みついている言葉だとは思うのですが、僕はね、どっちかというとあんまりこうする方じゃないんですよね。っていうこともあって、ガクトモチャンネルの中の企画としてね、世間一般の中に梶原ガクトという人間はどういう風に認知されていて、どういう風な見え方をしてるのかっていうところを検証というか調べていきたいなと思ったわけです。というわけでここにね、iPad がございますんで、我がエゴサしていくと、ちょっと見たんですけど、ここの履歴にレンズ、すね毛、剃り方みたいなの検索履歴があって、誰ですかそんな、この iPad でメンズのすね毛の剃り方検索した人。今ないのはなぜ？もしかして誰か消したのかな、メンズすね毛剃り方。だってさっきあったのにもうなくなってるんだもん。とりあえずじゃあ僕の名前でね、ああいいね、予測変換に出してくれるのありがたいですね。オフィシャルウェブサイトとしてこれね、デカデカと俺のね、ここにガクトモチャンネル載ってるのマジ笑いますよね。ウィキペディア、あ、これですね、ウィキー。あ、結構いっぱいあるな。幼少期から音楽教室に通って歌とピアノを習った。ああ、これは合ってますね。小学5年生の頃にはテレビドラマの影響でミスチルが好きになった。こういうのどっから拾ってきてるんですかね、マジすげえな。小中学生の頃、よく先生のモノマネなどしてクラスメートに披露した。これはやってましたね。高校の頃はテレビアニメ「ギルティークラウン」の主人公である大間修が好きで、よく知ってますね。これ言ったっけ俺。これめちゃめちゃマジでそうなんですよね。修君に憧れすぎて、ギルティークラウンのアニメを録画したやつを音消して自分でこうBGM 流しながらそこに自分で当てれこするっていうのやってました。たくさんやったな。なんかその時のギルティグラウンの超いろいろなんか勉強したかもしれないですね。またね、エゴイストの始まりがギルティグラウンなんですよ。エゴイストって今ではもうなんかその単体のアーティストみたいになってますけど、そのギルティグラウンの中で出てくるネットアーティストというかインターネットアーティストみたいなのとして、エゴイストがいのりちゃんって子がやってて。そういう話をするとキリがなくなっちゃうんですけど、本当に好きなんですよね。こんなのも載ってんのすげえな、わけわかんねえ。これもう言った記憶はある、確かにどっかで。セイアワードの新人発掘オーディションに応募する。シンガポールから日本にデモテープを送った。そうですね。卒業後帰国し、日芸の映画学科に入学やってますね。その後はデビューの作品と。デビュー半年後で初主演なんですね。そうか、ありがとうございます。本当に頑張らなきゃな。そういうの見るとなんかこう、まだまだだな自分は、やっぱり本当。あ、すげえ、声優業の師匠まで書いてあるんだけど、すみおさん、すみちゃん、師匠というか、養成所の時に教えてもらった先生っていう話ですけどね。なるほど、そういうのもね書いてもらえてるんですね。ガクトモのところ見てみます。そのまま下行ったらガクトモ。ほんとだ、すげえな、めっちゃあるじゃん。友達を増やしていく YouTube チャンネルね。番組内でガクトモの欄を作ってくれって言ったの。確かに言いましたね。ただ気づけばこんなに豪華になって、もう本当にすごい。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうの畑ができた。うん、ありがとう、うん、ありがとう、うん、ありがとう。収穫完了。というわけでツイッターにたどり着きましたので、ツイッターガクトモでやれればいいんじゃないですかね。ガクトモチャンネルで検索してみます。ガクトモ。まず一番上にゆうちゃんのツイートが来ますね。ありがとうございます。そしてジンくんと。ああ、なるほどね。ガクトモカレンダーが届きましたという人もいますね。なるほどね。最近の気候っぷりを見て皆さんどんな反応されてるんですかね。でめちゃめちゃ面白かったって言ってくれてますね。この間の G フェスの時のやつとかもね、ビートたけしとアホの坂田と江頭が混ざったダンス繰り広げてる、そんな感じでしたか。だいぶすごくないですか、それ。オールスターじゃないですか。オールスター、確かに僕一人でオールスターしてたかもしれない。すげえな。いろんな感想送ってきてくれてますけども、カレンダーのこととかもたくさん言ってくれたりとか、あとは本当に G フェスのやつとかね、多いですね。ちょっとね、アーカイブのダイジェストが上がってるんですけど、皆さん見ました？なんかリツイートしてくれてたんですか？見ましたけど、なんかまじまじと見るのが嫌で10秒ぐらいで消しました。じゃあこれを機にちょっと見てください。見ます？改めてちょっと見てください。嫌だな。じゃあまず昼の部のジンくんのとこから見ようか。ッチフェス2021ウィンタースタート。これはあれですね、音だけでひらがなカラオケする。あ、そうか、昼の部の髪型はこんな感じだったんですね。ちょっと変わってくるんだよな、これが。そうなんだ。迷える子羊たちがいっぱいいるんだ。迷える子羊たちがいっぱいいるんだ。すげえ、ちゃんとしてるじゃないですか、こうやっておたけ見ると。でもちょっと姿勢悪いな、俺やっぱ。かっこいいね。さすがだな。滑舌がいいんだよな。これやべえな。この虹ヶ崎に乗っけられてるのやばくないですか？大丈夫ですか？恥ずくないですか？いかんいかんいかん。ただのお宝なのに。一部はね、オタク感ありましたね。じゃあゆうちゃんの方見てみよっかな。まず漫才からスタートするっていう。何の人？どうもしか流れてないけど。おいもういいよ。出た。怖いってマジで。怖い話。やだよ。この踊りね、ほんと踊りたい言えねえよ、これ下手くそだな。なんでゆうちゃんできんだよ、すごいな。ほんで美女と野獣歌いましたね。これ男女どっちもあるからどっち歌えないかわからない。あ、出た香水。いや、キモいキモい。創作ダンスになってないっちゅう。人に嘘ついて軽蔑されて涙一つも出なくてさ、別に君を求めてないけど踊るな踊るな踊るな。ああ、なるほどね。おかしなこと言ってもいい？僕と結婚してくれ。もっとおかしなこと言ってもいい？もちろん。やば、気持ち悪い。自分でなんかおかしなこと言ってもいいって、もちろんって言ってる。なんか見たくないですね、これ。でもこんないろんなことしたんですね。これをいいって言ってくれればいいですけど、皆さんがまあそれを期待してます。お願いします。ぜひいいと言ってください。まあ初めてガクトンチャンネルでエゴサをしてみたんですけども、悪いことは書いてなかったね。基本みんないいこと書いてきてくれてたんですごい嬉しかったです。というわけで、この動画が良かったらグッドボタン&チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。君のチャンネル登録を俺は待ってる。バン。